どうしよっか。ここのあれだけあれするか。なんつうんだろう。ちょっと待ってね。ですね。ちょっと待ってくださいね。このポジションだけ拡大するか。ああ、しまった、しまった。ちょっと偉いこっちゃ、どうしよう。ちょっと待ってくださいね。あ、しまった、これニコ生。なんでニコ生配信中になってんの、これ。あ、どうも、風船どうも。あ。ですね、どうしたらいいかな。こうしてこうして、で画面キャプチャー、いやこっちでいくか、めんどいからこっちでキャプるか。ここら辺にキャブルか。で、どうしようかな。こんな感じかな。こんな感じで。こんな感じでキャップってここ拡大するとか、でここをこうしてこうして、でこれを拡大、ちょっと分かりにくいかな。まあでもわかるっしょ、これで。なんか若干見にくい気がするけど、どうしよう。ちょっと変えるか。こんな感じでキャプって、こんな感じかな。こんな感じかな。どうすかね。若干見やすくなりました。これぐらいですかね。これぐらいでしょうか。まあ若干見やすくなったと思います。
まあ、ちょっとね、トルコがね、かなり、とりあえずしょぼい。17枚なんですけど、トルコがかなり下がってきたので、で、スワップもね、まあ、さっきニコ生で放送してたんですけど、スワップもですね、かなりね、高金利通貨なので、かなりもらえるので、ほじっちゃいました。なんか証拠金とかがちょっと見にくいね、これ。これだとなんか証拠金とかが見にくいね。どうしたらええねん。まあ、一個一個拡大していけばあれだけど、だるいな。どうするかな。一個一個拡大すればいけるけど。一個一個拡大させるか。画面キャプチャー。あれ、これ画面キャプチャーって2回できないんだっけ？画面キャプチャー。あれ？これ画面キャプチャーって2回できないのか？マジか。どうしよう。そっか、ニコ生と違うのか。あ、上がってきた。どうしよう。うまくキャプれないな。どうしたらいいんでしょうか。難しい。あ、こうするか。こうすればいいか。あ、これでいけるな。で、これを拡大。どうでしょう。これでだいぶ見やすくなったと思います。これでね、だいぶ見やすくなったと思う。配信前にそういうの済ませたけど。まあね、そうなんですけどね。まあそうなんですけど。いやー、まあ、とりあえずね、まあ、多分、そんな、あれですよ。レバーさえ高めなければ、多分、ロングでいけると思うんだよね。ロングで。ロングで、だって、こう、金利がね、この、いいっすか、これ、ニコ生でもさっき言ったんですけど、FX ってのは上がるか、横横、つまりはそのまま動かないか、下行くかの3択なわけです。なんと。